今ボルモポリも冬毛に変わっているので1年で一番モコモコした姿ですね。見た目とても可愛らしいんですが、やっぱり野生動物なので獰猛な一面ももちろんあります。那須動物王国では直接飼育員たち触ったりせずに、さてガラス越しにお世話してますね。